おゆうです。皆様に大切なお知らせがございまして、はい、締めですか、うん、これを皆様にしっかりとした状態でお伝えしないといけないなということで、僕らは岩見沢市国分寺6年くらい、活動をしてきまして、現在2021年、秋にも差し掛かり、もう冬も来てるんじゃないかっていう、そういう状況ではございますけども、本当にこの、話というか、決断ですか、はい、結構悩ましい状況というか、バンドから始まり YouTube も始めて、こういう風に皆様に見てもらえるようになってですね、たくさんの人に愛されてという言い方があっているんでしょうか。この状況をですね、一つ、終わりにするというか崩すということですね。本当に、終了したいと。何ですか、笑ってましたけど、うん、そういう空気じゃないんで、そうですよ。終了しちゃって悲しいなっていう感じ、まだしてないです。そうですね。これからっていうことですよね。本当申し訳ないな、これは。でもどうしようかな。すごい今悲しみのコメントで溢れてると思うんですけど、はい、終わりにしますか。そうですね。活動終わりにしますか。一旦終わりにしましょうか。活動終わりにする。そう、じゃあ、ありがとうございました。いや、すみません。僕らもまだ活動はね、活動は終わりにする気はないから。そうじゃない、そうじゃない。いや、そうはいいです。いや、今までありがとうございました。活動終わりにする。こたつを出そうかな。いや、そうなんだよ。机を兼ねてるね。前の。今もう活動終了したメンバーの家からやってきた時からこれをね導入してたんで、この机これ一旦排除して、もう冬も来ますからガラッと新規一転こたつを出そうかなっていう。なるほど。急にやっぱこたつ出すとね、コメント欄でみんなうるさいので、こたつのコメントばっかになっちゃう。なんでこたつみたいな、悲しかったな、欲しかったなっていうコメントが多くね見受けられるのはダリーなと。悪いけど、だから理由としてこれからだから一定期間、冬終わるくらいまではこたつで行こうかなと思ってます。なるほど。足冷やしたまま動画撮る理由ってないですからね。早速じゃあこたつを準備していきたいと思います。よろしくお願いします。名残惜しいこの机たちと、はい、じゃあもう、はい、うん、はい、活動終了したでしょ。再開した。お前の権限で言うよ。再開しました。静かにしました。じゃあ再開させてください。いや、静かにしてください。なんで。じゃあ行きますか。じゃあもうそこの収納にボンってしまうことになっちゃうってことだから、そうやね。ちょっと取り出しやすいように普通に台として使うんで、机とかはまとめてこっち置いといてもいい気します。本当は机って4つあるよね。4つあるけど1個じゃ裏の台になって。ああ、そっか。え？ごめんなさい。カメラマンさん、ちょっとごめんなさい。静かにしておきます。こたつよかったらもうずっとこたつになる可能性もあるからね。3人だからちょうどいいよね、カメラ。そうだね。来た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 。いいね。いいですね。何？何？ごめんなさいごめんなさい。喋るのはいいけど、撮ってるから。わかりました。おお、薄っ。こんな薄かった。あんの？買えば。そうか。これもちょっとリニューアルしてもいいかも。まだいいのかなこれで。そうだね。冬は本格的にね。逆？はい。いや、こっちも。来た来た来た。よし、新たな画角を。じゃあちっちゃいって、こんなもんか。首はえ、なんすかなんすかなんすかこうやいらないよ。出て、いや、出て、再開させてください。一回出て、再開、もういい、一回出て。あったけ早えよ早えよ、まだまだだ。あったけよあったけよ。一人も出れないわ。出て一回。一旦ね。一旦出て。いいね。だから今年の冬。はい、12月1月2月はもうこれでいきますから。そうだね、3人体制にはなってしまったんでね。まあやめちゃった。さっき終わりになっちゃったんで、小田さん入りたい。ゆうやみに入りたいじゃなくて小田さん入りたい。ゆうやみに入りたい。こっちに入りたい。まあ3人体制になってしまったんですけど、これを機にまあこっちの方がでもいいのかな。真ん中切ってなっちゃうんでね。みんなが今思ってる以上にあったかいです、足元。超快適だから、もうこたつならではの企画とかもやろうかな。いいんじゃないですか。もうあんま企画やんないですね、冬の間は。いいね、こたつでトークしてるだけになります。鍋食ったり、ゲスト呼んだりしてね。ゲストも呼ばない、呼ばないんだ。こたつでやっぱ過ごす日常を移していく冬にします。だからもう繋がっていきます、ここから動画が。なるほど。ストーリー仕立てに全部。あ、ストーリー仕立てになっていくから。まあ一旦今日ここで終わりますけど、本当に千葉が辞めちゃったんで。マジの大切なお知らせじゃん。千葉が辞める。だって辞めるって言うからさ。加入させてください。千葉だからありがとう高山さきパーティー。なんだよそれ。はい、送別会。ありがとうミスター千葉。今から送別会撮りますから。それが明日に繋がる感じですね。明日の動画送別会。ミスター千葉。さようなら。涙の限界2021。こたつには入れなかったね。ありがとうございました。活動終わりにしますか。一旦終わりにしましょう。活動終わりにする。YouTube 完全引退、さようならミスター千葉。うん、はい、まあちょっといろいろあって、はい、夕闇を今日でやめることになりました。今日で夕闇やめることになって、今日まあそうですね。まあまず今日こたつを出そうと思ったんですよ。今日は意味わかんない。ちょっと俺もいいかな。だからまあ簡単に言うと自分のミスです。あありがとうね。ありがとう。いやもうマジで考えた方がいい。やめようかな。やめる。